ちょっと前に、はい、円周率を3にしましょうっていう時期があったじゃないですか、はいはい、で、円周率は3だとダメなんですか？円周率が3だと僕はダメだと思ってます。はい、それはなぜでしょう？まず円があるじゃないですか、こうやって円が、はい、円があって、これに内接ような正六角形を描くんですけど、はい、ここが正六角形です。はい、で、ここの長さを1とします。はい、そうすると今、円周率が3だと、円周の長さって半径 ×2× 円周率になるので、円周の長さ 2πr でしたっけ。はい、円周の長さは6になります。はい、なんですけど、これって今正六角形なので、はい、こうやって引くと、ここも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 全部1になるんですね。はい、っていうことは何が起きるかっていうと、はい、円に内接している正六角形の円周、正六角形の周の長さっていうのも、これも6になってしまうんです。うん、ってことは、つまり円周率が3だとどうなるかっていうと、はい、円も正六角形も同じだっていうことになって、はい、あまりにこの円周率としての意味をなしてないんですよね。うん、だから僕は円周率が3では少なくともダメだと思っています。答えとしてすごく雑というか、そうですね、円周率を禁止するにあたって、はい、3っていう風に使ってしまうと、はい、もう円と正六角形が同じだっていうことを意味するものになってしまうので、禁止としての精度が甘すぎるんじゃないかなっていう風に思います。例えばその建物を作る時とかに、こうあまりにもザクッとした答えになっちゃうってことなんですか？そうなんですよね。実際に G1 っていうのは、どうしても定義の仕方っていう方向に話がいっちゃって、はい、どういうことかっていうと、1たす1が2っていうのは、うん、このまず1、このプラスっていうものと1っていうものと2っていうものを定義すればもう一瞬でわかるんですよ。はい、だから1っていうものと2っていうもの、それからプラスっていう演算をもう定義するっていうことが、この1たす1が2の証明っていう話の中の肝なんですよね。はい、っていうところなんですよ。いや、待って、俺はまだ追いついてないんだよね。定義っていうのは何ですか？定義、例えばまず1はどういうものかっていう定義があって、はい、その次に2はどういうものかっていうのがあって、はい、その次にプラスはどういうものかっていうものを定義しないと、はい、この式の意味って今分からない状態なんですよ。はい、何にも分かってない状態から1とプラスと、はい、2というものを定義して初めてこの式がどういう式かっていうのが分かる。なるほど。これはもう定義を厳格にするっていうことなんですよね。はあはあはあ、なるほど、なんか分かってきたよ。だから 1+1 イコール2であることを証明するのが難しいって言われる理由は、はい、この定義を厳格にするっていう部分が難しいからっていうことなんですよね。だから水足す水は2になんないけど、はい、1リットル足す1リットルは2リットルになるよってことですよね。そうです、そうです、ってことですよね。はい、合ってます。はい、合ってます。勉強できるようになってきました。でもなので何をもって1とするかが問題ってこと。そういうこと。僕たちにもなんか問題出してもらってもいいですか？算数とか数学の。行きは時速40キロで、帰りは時速60キロメートルで進む車があります。
この車の平均時速は何キロだと思う？40+60で100で2で割ったら50。実はね、そうならないんだよ、これは。なんでかっていうと、うん、じゃあ例えば240キロの道のりを往復するって考えよう、うん、これ240キロね、うん、そうすると行きはさ時速 40km じゃん。ってことは何時間かかる？6時間。それ6時間かかるね、うん、帰り4時間かかる。こうやって1、2、4、5、6時間かかるね。帰りは4時間かかるよね、うん、で1、2、3、4時間。ってことは今10時間走ったわけじゃん、うん、10時間でさ何キロメートル動いた？時速480。そう、あ、だから480キロ移動したってことは1時間で何キロ？1時間で48。そうだから48キロになるねっていう話。わかりました、今の、うん、すごい。